ってない。見て。これ。温泉入りましたよ。名前名乗ってないの。今ね、ちょうどこちらは星野富士ですけども、こちらを出まして、今日はですね、夫婦川口湖ということで、ナビでね、検索しましたら、なんとこちらから車で8分近いということでね、チェックインはね、一般的には3時が多いですよね。だいたいいつも2時ぐらいに行ってるんですけども、それにしても2時間はありますので、今からですね、散歩して向かいたいなと思います。ちなみに、右側にこう、富士山がね、今、めちゃくちゃ綺麗に映ってますよね。はい、車降りましたよ。川口湖と書いてますけどね。後ろ、まあ、富士山です。富士山の集いモニュメントなので。あ、面白いね。富士山ってさ、2月23日、富士山ってあるんだ。で、この数字って何？上が1だ。1、2、3って、こうなっちゃう。山の名前なんだよ、ほら。富士山って1番。一番上が富士山なんだ。で、下のやつは、富士山とかさ、なんかいろいろあるんだね。あれ？でも岩手県とか、青森とか書いてるから。あれ？だいたいこのぐらいの高さですよ、みたいな感じ？他の山。はい、わかってませんでした。富士山の集いモニュメント。全国各地にある富士の愛称が付けられた山の石を合計252個集めたもの。つまり、蝦夷富士や讃岐富士など、全国のなんちゃって富士山の石が並べられています。こちらね、お花がいろいろ楽しめるみたいですね。こんな感じでいっぱいあります。人が多いから、ちょっと映像残せないので、お花を楽しんでね、お腹を空かせて、ランチでも向かおうと思います。いやー、今ね、車走らせてるんですけど、右側見て、もうほら、なんかずっと絶景を眺めながら走らせてる感じなんで、あー、いいですね。じゃあ、もう行くか。ポーと蕎麦、うどん、飲みして。はい、来ましたよ。じゃあ、今から食べようかな。ポーとさん、いただきたいと思います。うまっ。あ、この麺柔らかいね。こちらのほうとうなんですけども、とても美味しそうでしょ？思わず、ペロリといただきました。今回は、夫婦4つ目かな？今、5つしか夫婦はないんですよね。来週5つ目行くので、一旦ね、夫婦制覇するっていう感じなんですよね、日本にあるのは。ちなみになんですけども、よっしゃ制覇だとかって思ってたら、ホームページ見たらね、また来年ちょっと箱根ができるということでね、今日、録画してるのは2021年の12月なんで、22年にまたできるみたいですね。1月だったかな？もうすぐですよ。なので、またそこもすぐ行かんといかんなーとか思ってます。着いたよ。すごいよね。玄関に木がいっぱいあって。あっち見て、なんかあそこ。すごいなんか楽しそうだよ。外でなんか座れるスペースが。あとでちょっと行こうと思うんですけど。夫婦川口湖ジャパン書いてますね。自転車置いてるよ。ちょっとサイクリングでも行きますか、山に。夫婦川口湖。川口湖の雄大な自然を五感で感じられる境界のない森のリゾート。全32節自家源泉露天風呂付きのスイートルームになっており、春夏秋冬、姿を変える富士山の景色を独占して楽しむことができます。自然な感じに、木が、木が、植物ね、なんかいろいろ、置いてる？押さえてみる。今富士山がバッチリ見れてるよね。あ、ちょっと雲が上がってる。ここでも薪とかあってさ、こういうとこもやっぱ燃やすんだよね。ね、夜もいろいろ楽しめそうだよ。あそこ夜になったら結構火がね、燃やされて、また違った景色になるみたいな。こっちはバーッと来る。もう、やっぱこれもさ、富士山で見るやん。ではお酒でも飲みますか？飲めないけど、一杯飲みに行きますか。はい、じゃあお部屋の前ね、出参りましたよ。今回も、夫婦ラグジュアリープレミアムスイート。また最上級の部屋ですね。玄関にね、こういうボタンもあるんですよ。起こさないで、掃除して、集荷して、みたいな。これ夫婦の京都とか奈良にもあったんですけど、要は、ここに置いとけば勝手になんかいろいろ持っててくれるっていう、まあそういうやつですね。あとやっぱりさ、ここもオリジナルの香り。これもさ、同じくさ、香り置いてますよね、どこもね。玄関からいい匂いだなと思ったんですよ。いやーまた今回もね、めちゃくちゃいいお部屋の、もうすでにね、雰囲気が漂いまくってますね。まず、ベッドルームが見えまーす。こんな感じ。いいねー。なんかもう向こうの絶景に目がいっちゃいますけども。では、こちらのお部屋も見てみましょう。おー、これどっちから行くか悩むけど、まずこっち。見て、このリビングルーム。素敵ー。すごーい。もうね、
ツッコミどころ満載ですよね。今日ね、エステ頼んでるんですよ。お部屋でね、やるのか。本来このテーブルここにあるんでしょうけどね。一応冷蔵庫もね、こんな感じでミニバーみたいな感じでドリンクは入ってるようでーす。いやー、これ、もうやばくない？富士山目の前に本当にあるもんね。あ、これなんか、夫婦の熱海にあったね、こいつね。うん、見覚えがあります。こんなとこでもまたゆっくり、のんびりできるように、ベッドが置かれてますよ。ハンモックで楽しむような感じになってますし。紅葉の時期は若干終わっちゃったので、今日は寂しい感じになってますけども。それにしてもね、やっぱりこう12月なんで、窓を開けっぱにしても、虫が入ってこない。多分。そうそう。まあでもね、開放できるっていうのはすごくいいですよね。で、まだあります。向こう行きましょうか。さあ、お待ちかねのお風呂ですよ。いつもね、お風呂はほんと素敵って騒いでますけども、今回はどうなんでしょう。じゃーん。こちら内風呂。なんか内風呂も素敵ですよね。そして、こっち。じゃーん。見て、岩盤浴だけどさ、こんな感じで設置されてる。今日はちょっと岩盤に送りましょうかね。で、内風呂、結構僕素敵だと思うんですけど、見て、ほら、ちゃんと外にも露天風呂ついてるよ。めっちゃいいじゃん。素敵。正直僕あんまりこう、下調べしてこなかったから分かんなかったんですけど、この施設にもね、素敵な温泉があるようなんですよ。それもちょっと後で行こうかなと思ってますけども。今まあ、時間にすると2時40分ぐらいなんですけど、3時からですね、エステが来るとかやってるんで、ちょっと着替えて準備したいと思います。夫婦ラグジュアリープレミアムスイート。建物最上階のコーナーに位置する最上級のプレミアムスイートルーム。富士山溶岩石の露天風呂と溶岩石を敷き詰めた岩盤浴が完備され、富士山と河口湖の圧倒的な絶景をパノラマで一望することができます。めちゃめちゃ本格的にここでお店みたいな感じですね。もうね、いっぱいありますよ。始めます。お部屋で受けるマッサージは本当最高ですよね。思わずね、すぐ寝ちゃいました。今本館に移動しまして、ディナーですね。じゃあまずね、ジュースはラフランス。濃厚な感じ。うまっ。エンサムリアンスでご用意しております。こちらからですね、ミミツバとマイタケのガラスでお一つですね。じゃあごまあえ、真ん中はワカサキのクラブでクワイドカステラ、クリームチーズソースですね。こちらのお肉は、ムシラクにアンがかかっております。で、最後こちらがホタテ節となってまして、上に梅昆布ドレッシング、それにはホマトガリが入ってございます。お召し上がりください。前菜めちゃ量多いな。このホタテのお寿司が気になります。うまそうじゃない、これ。めっちゃうまそう。うまっ。富士桜ポークおかき焼き、人参オイル焼き。あ、ポークだから豚だ。人参。要はポークの油だから、とんかつみたい。うん、高級とんかつみたいね。おお、すごい。実際に富士山の溶岩プレート使用して食べてみます。面白い。なるほど。焼きたてほやほやのね、お肉を特製のタレにつけまして、うん、お肉って感じ。ブリの釜炊きの感じ。おー、すごい。こちらがですね、山椒ダレと申しまして、ちょっとこってりしたタレになっておりますので、こちらの山椒ダレと、こちらにございます、ゆずのタレにかけていただいて、ちょっと両方楽しんでいただければと思います。ぜひ、ご覧ください。まずそのままいこう。おいしい。山椒ダレの。うん、なんか甘いタレ。焼き芋、チョコムース、いちごアイス、ベリーソース。焼き芋、チョコムースだけだと、ちょっとなんか、チョコレートじゃないね。これすごくない？これ。雪見大福のやつみたい。今の顔追加してもらおうかな。ディナーの方はね、こんな感じでございましたけども。まあ、とにかくね、出てくるものが全部美味しいんですよね。もう最後のデザートなんかほんと最高でね、たくさんおかわりしたくなりました。じゃあ散歩行こう、散歩。おー、なんかあったか。お外でね、なんかお酒でも飲んでどうだ言ってたけど、寒すぎてもいい。ね、気ぃついて。あ、ここはでもあったかくていいじゃん。あ、これじゃ結構あったかくていい。上も火ついてる、上も。あ、でもあれさ、お部屋というよりさ、上もなんか庭があるじゃん。入り口のとこだ、フロントの。あそこも火ついてる。じゃあ、こっちも散歩しよう。あそこも火ついてる。火ついてる。ここまで。ここでも、また火が。あったかい。じゃあ、温泉の時間ですよ。中はちょっと映像撮れないんですけど。温泉マークめっちゃ可愛い。ね。じゃあ、今から行ってきたいと思います。
大浴場、富士山溶岩を敷き詰めた浴槽で自家源泉の天然温泉も楽しめます。男性浴場にはロウリュウ付きドライサウナ、女性浴場にはミストサウナが完備され、富士山からやってくる風を感じながら体を癒すことができます。はい、温泉ね、バッチリでございましたけども、湯上がりにいろいろとアイス、ビールにコーヒー牛乳、コーヒー牛乳と、じゃあアイスに2つ入る。今ちょっとスタッフ来ていただいて、外のやつに火つけてもらいます。すごい。このお部屋だけちょっと大きい仕様になってて、はい、風の抵抗を受けやすいので、一応ね、2時間ほどで消えるんですけど、もそれ以前にちょっと早めに消えてしまったりとかしたら、お手数なんですけど、今世にお電話いただいてもよろしいですか。再度つけに参りますので。おー、すごいすごいすごい。つけていただきましたけども、思ったより火がなんか小さく青い感じですね。ここまで来ないと火を感じない雰囲気を楽しめますね。川口湖もなんかいい感じにライトアップね、こうすごくよく見えますよね。さすがに富士山はもう見えないけどね。今から岩盤浴、せっかくお部屋ついてますからね。じゃまず準備からしますか。こちらに着替えがあるので、これに着て、でタオルとタオル。岩盤浴って僕は人生で本当ゼロにもはや近いぐらいないので、耐えられるだけここで耐えてみたいと思います。10分ぐらいですけど、ね、もうダメかも、僕はこういうの多分向いてないんだろうなってことで、これ終わりが見えないので温泉に行きたいと思います。あれ、岩盤浴入ってたらなんか炎がいい感じになってるかも。ほらめっちゃいい感じな炎に変わってくる。全然違うじゃん。とりあえず僕は今岩盤浴上がったからお風呂入ります。温泉温泉、はい、温泉入りましたよ。真っ暗なんでね、景色をお見せすることはできないので、いつもだったらここにサイダーなんですけど、水しかなかったんで水しか持ってきてません。ゆっくり疲れを癒して、また明日も楽しい旅を続けたいと思います。はい、おはようございます。朝食に向かって歩いてます。あ、そうそう、ここは観光できるとこいっぱいあるの。たくさんなんか用意してくれてる。紅茶の水ゼリーだって。本当だ、紅茶ですよ。すごい。次グラタン、本当は納豆のグラタンだけど納豆抜いてもらいました。斜めのグラタン。豆感ないな。しかしこれ角もいいとこだけど、今日はなんか富士山がまだ出てこないな。ただの角のいいところでした。はい、山中の川口サイト正直を戻すと、生卵は黄身が濃厚になりますので、黄身だけ作っていただいて卵を食べてよろしければお楽しみください。五つの湖だって言える。山中湖、川口湖、サイト、わかりません。なんかもうやばいね、卵も出してくれた。これ卵のご飯だからおかわりしないといけないパターンじゃん。卵が濃厚らしいので、今から君だけをちょっとチョイスしたいと思います。ぴょん。いきますか。で、濃厚。わあ、濃厚卵かけご飯。濃厚。朝食はね、私の大好きな卵かけご飯ですよ。めちゃめちゃ美味しそうでしょ。今見てもね、また食べたくなりますもんね。ほんと朝から最高の朝食でした。チェックアウトいたしまして、今から六本木の方に帰ろうかなということで、本当に毎回毎回言ってますけどね、夫婦さんは素晴らしいですね。全国一周ね、素敵な温泉巡りが終わりましたら、こういうところをずっと行けるような旅にしたいなと思います。来週また日光行きますし、来年はね箱根ができるということなんで、でき次第すぐ行こうかなと思います。最高ということで、引き続き皆さんの応援、高評価、チャンネル登録、コメントなどなどですね、ぜひしていただきまして、またスタッフ一同の励みになりましたらと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。そういえばスタッフの人言ってたんですけど、富士山がね毎日やっぱ見れるわけじゃないわけですよ。今回我々もね初日は結構いい感じで見れたんですけども、今日はもうダメですね。だから2泊3泊しても見れない時はずっと見れないらしくて、結論運が良かったっていう。あんな感じ、あんな感じ。わかるから、映像ではわかんない。あとそういえば車でねチェックインしようとして入ろうとしたら、もうスタッフが待ってて、到着時刻なんか言ってないんですけどね、パーキングを聞こうかなと思って開けたら、あ、こんにちはとかって言われて、名前覚えるようにしてるんですとか言ってたんですけど、名前名乗ってないので、
どの宿泊者がどんな車乗ってるかとかもね、チェックしてんじゃねえかなとかちょっと思ったので、怖いです、ね。400メートル先悪いことはできないなとか、まあ、ちょっと思いました。以上です。